デーム・マリリン・ジョイ・ウォー・リングは、ニュージーランドの公共政策学者、国際開発コンサルタント、元政治家、環境保護主義者、フェミニストであり、フェミニスト経済学の主要な創始者。1975年、23歳で、保守的なニュージーランド国民党のニュージーランドで、最年少国会議員になる。国会議員として、彼女は公共支出委員会の議長を務めた。 野党労働党が提案した、比較ニュージーランド政策への彼女の支持は、1984年のニュージーランド総選挙を促進するのに役立ち、彼女は1984年に議会を去った。マリリン・ウォーリングは、両親が肉屋を所有していたタウピリで育った。彼女の祖,祖父ハリー・ウォーリングは、1881年に、イギリスのヘレフォードシャーにあるホープ星からニュージーランドに移住し、 タウピリで家族経営の肉屋を経営した。1927年、ハリー・ウォーリングは国民党の前身である改革党のラグラン議席で議会への選挙に失敗した。マリリンには若い頃ソプラの歌手としての才能があり、彼女の両親は彼女がクラシック歌手になることを望んでいた。百七十三年、マリリンはウェリントンのビクトリア大学から政治学を呼び、 国際政治の優等学士号を取得した。ウォーリングはビクトリア大学の学生の時に国民党に参加した。彼女は同性愛法改革を支持する野党国会議員のベンヤングを支持した。1975年の総選挙で彼女はラグラン選挙区の議会のニュージーランド国民党議員になった。23歳で彼女は選挙時に最年少の国会議員となった。 1984年、ウォーリングは正解を去り、学会に戻った。彼女の研究は、フェミニストの経済学、幸福、人権、及び法律と援助に影響を与える、経済的要因に焦点を当てている。1988年には、イフウィメンカウンテッ t を発表した。それは、経済的進歩を表すものとしての GDP の、使用を批判し、 女性と自然とを評価の要素として考慮する方法の欠如が意図せずも恐ろしい結果をもたらすグローバリゼーションを推進することになると主張した。2014年、アンソロジー、マリリン・ウォーリング、フェミニスト経済学の進歩が発行された。学術史チョイスによる書評では、この本は、経済成長や消費、ヘルスケア、死亡率、無給の家事、育児、教育、栄養、 平等、そしてサステナビリティの根本的な意味についての問いを含む幅広い問題を探求している。とある。ありがとうございます。